ではなるけさん今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますまずはこちらですやってはいけない勉強法あなたはやっていませんか えなるけさん6月21日に出版されました新しい本39歳からの新教養えこの本の中ではテクノロジーの進化によって教養の付け方が変わったことが書かれていますさあリスナーの皆さんは昔ながらの勉強法実はやってらっしゃるんじゃないでしょうか今日は新しい学び方新しい生き方についてなるけさんとお話を伺っていきたいと思いますなるけさんまず今回の5本39歳からの新教養この本はどういう企画 実はですねある出版社から、うん、あのー、教養を身につけるためにどんな本をとりわけ古典ですよね、はい、を読んだらいいのかという本を書かないかというお問い合わせがあったんです、うん、だから例えば何ですかね、えー、デカルトとかね、えーまあ、こういうなんかこう哲学者の話それから、えー、経済学者の話 まあ、宗教学者の話もあるかもしれません、はい、そういったものの教養書をリストにして、うん、30冊ぐらいリストにしてね、うん、これを解説してみませんかという、まあ、そういう本の執筆依頼があったんですよね。はい、でそれをお断りしたんです。はい、あらやだよと、うん、というのはですね、うんあのー、今自分の生活を考えてみると、うん、ほぼほぼ、あのー、インターネット付けですよね。 あなるほどはいつま、うん、りスマホを毎日見てるわけですよね、うん、あの最近はもうテレビの代わりに YouTube を見てますしね、うん、それから Netflix 見てますしねでさらにはなんかこうテレビを見ないと言いながら見ながらね気が付いたことがあったらウィキペディアですぐあのテレビ見ながら検索するじゃないですか確かになのでこれもしかしてその時代が変わっちゃった時の教養というのと、うん それかから明治の人たたちが教養だとと思ってた教養ってて違うんじゃないかとつまりアフターインターネットの教養っていうのもあっていいよねというわけであの本を、うん、そういう方向で本を書くんだったら執筆しましょうというふうにお引き受けしたということなんですね。なるほどでも今おっしゃったような例えば昔ながらの古典をまあ今だったらほら漫画で分かりやすくとかねそういうのもありますけどそれともちょっともう違うわけですね成家さんも。 教養というまあ書けませんからね。<laughs> 僕ね。か <laughs> けたらね。漫画にしてたかもしれないですよ。本当になるほど。でも確かにおっしゃるように、この教養とはなんぞやということにもなりますよね。教養の定義をどうするかそうなんですよね。うん、あのとりわけ今までの教養というといわゆる古典ですよね。うん、もうギリシャ時代。それから日本でしたらね。日本初期以来の、はい、あらゆる。その。うん 字で書かれたもしくは活字になったものを読むことが教養だったということですから、うん、これの中に書かれてるものは逆に言うと今の科学は一切反映してないわけですよね。なるほどですからあの今の例えばあのいわゆる量子物理学とか、うんえー、相対性理論とかですね、うんまあ、そういうものが、まあ、もうそれも100年も経ったあの科学技術ですけどそれを全く知らない時にニュートンやら ガリレオやらが言ったわけですしさらにその思想家という人たちいわゆる哲学者っていうのはそういう観光を知らないで哲学者を介したわけですからね、うん、だからその意味ではまあ科学がこの20世紀21世紀にかけて一番発達したわけですから、うん、それを反映してない教養書を読んでも意味がないんじゃないかと思いましたね。はあ 確かに今その辺りのもの昔の人は教養あると言われる人は知ってて当然みたいなものなんですけどなるべさんかといってそれを知らなくてもいいということでもないんでしょうかどうなんでしょうその辺りは。いやー僕はねあのーうん、例えばそうですね哲学者の人たちがいますよね、うん、あのギリシャ時代とか、はい、まあ17世紀18世紀の、うん、その人たちっていうのはその時代の天才だったと思うわけですよ。うんえー、アリストテレスなんかも多分天才だったでしょうね。 えー、カントもデカルトもみんな天才だったわけですよね。うん、でその人たちがね今ね今の科学技術インターネットを使えるようになってたらもう全然違うものを返してたんじゃないですか、ね。なるほどなということは本当にもうインターネットあるなしの前後で全然違うわけですねも物事の捉え方がね。うんそうですよね、うん、としたらねやっぱりあのインターネットが出た後それから科学技術が発達した後に、うんうんうん あの必要ととされる教養も違っちゃゃうううんじゃないのといいうふうに思いましたあのこういった夏場とかである程度もしかしたらお時間が取れるタイミングでさあなんかもう一度やってみたいなという大人もいらっしゃると思うんですけどで実はこの本の中にいくつかの面白いメッセージがあって例えばじゃあいざ勉強しよう教養を身につけようとなった時になる毛さんがおっしゃってるやってはいけない勉強法の中に「入門書を買う」「テレビ新聞だけしか見ない」 書いてあることをメモするセミナーや勉強会に参加するって結構大人が普通にやりそうなことを成けさんもうや,やっちゃいけないんだこれはとお書きになってるんですが改めてこの意図を聞かせていただきたいんですけどいやー結局ね時間の無駄だと思うんですよ。うん、あの無駄というよりももっと効率的な方法があるんじゃないかとすなわちネットですよね。うん 入門書って言っても結構長いじゃないですか、自分で、あのー、39歳からの新教養書なんて書いていても、うん、結局読むのにね、うん、何時間もかかりますよね、これ、次長の宣伝に逆宣伝になってしまいそうですけど、なるほど、ダウナと言ってるようなもんですが、<laughs> い<や>ね、これ、結局ね、何時間もかかるぐらいであれば、3時間かけて読むようであれば、3時間ググってくださいよという本んなんですね。 進路万象についてかななりり詳しくなりますよね例えばウクライナ戦争のなんかをね、うん、3時間グリ続けたらもうそのあたりの評論家より詳しいことを言えそうですよね。うん、そうですよね、うん、でコロナについてもあの3時間もう徹底的にググるという,、うん、う今ですとね英語の論文もあの 簡単に翻訳してくれますからねネット上でね、うんうん、ですから、あのー、3時間徹底的にググるとコロナの専門家とは言いませんけどね、うん、少なくともテレビラジオですよね、うんはい、ラジオも含めてうでニュースの中で言っている内容に関しては完全に理解できるでしょうし、うん、それ以上の情報っていうのが手に入るんじゃないですかね、うん。となってくると今までその勉強のやり方自体も当たり前と思っていたようなところすらまた考え方変えなきゃいけないってことなんですね。 教養書っていうとあの人の生き方とか人生とは何かとか、うん、生きるとは何かみたいなことを勉強するというのも一つの教養の目的だったと思うんですよね。これも、ね、かかなななり変わってきたんじゃないですかあなるほど例えばあの漫画で自分が生きる目的を見つけた人とかね、うん、もう本当に元気になって人生変わった人とか結構いますよね周りに。 あのそれこそ「ワンピース」とかもそうですし最近でいうと「鬼滅の刃」僕あの前どっかのお子さんがインタビュー答えてて聞いたのはお兄ちゃんが読んでてね小学校高学年ぐらいだったかな本当に妹と家族を大事にしなきゃいけないと「鬼滅の刃」を読んででそのために炭治郎だったらどうするかっていう考え方で生きるようにしてるっていう。 僕ね、それこそ教養だと思いますよ、やっぱり。うん、あそうですか、うんねあのー、昔はこう教養ある人ってのは、難しい言葉を、難しい言い方で、とにかくいかに人にわからないかのように、うん、あの話すっていう人がいたじゃないですか、はい、もうそういう意味じゃないよ、うん、ということでしょうねでも確かにおっしゃるように、今、挙げたようなものだったり、スラムダンクとか、そういった本をもうバイブルというか、自分の人生の指南書にしてる若い世代。 いいや、もっとと言うと僕らぐらぐの世代でも、さすからまあその意味ではその漫画も十分教養書ですしね、うん、それからその漫画で得た知識の中でもう少し詳しく知りたいよっていう時にはネットもありますしねそうですよね。なのでね教養書をね一生懸命読んでる時代じゃないよとあれはねおじいさんたちが読むものなんだということもねあの 最近わかりましてあの教養書を読まなくなりましたおじいさんって思われたくないよっていうことですよね。成べ <laughs> さんも実は書いてらっしゃるんですがあのウィキペディアの精度もやっぱりどんどん上がってきてるんですかやっぱり。すごいですね。昔はあの、うん、ウィキペディアからそのまま引用したりすると大学とかではね、うん、いやそんな簡単なことはするなとかそれから内容を信用するなと所詮素とは書いてるんだ。 みたいなもの多かったんですが、最近はね、とりわけ科学に関してはもう間違いなく専門家書いてますよね。あのー、読んでたなるほどと思うことって本当たくさんありますもんね。うん。ありますよね。ねうん、細かく例えば何、えー、ですか適当にそのサンプルあげると、うん、十字軍っていうのをまず調べると。うんうん で十字軍の中になんとか王ってのが出てくるとうん、うん、なんとか王を調べると、またなんとか王妃が出てきてとか、なんかずる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 ですね、人のつながりも出てきますし、歴史のつながりも出てきて、最後にはインドにまで行き着くとかね、あるんですよね、そういうのがね。で、そうするとね、世界の中を旅行してるような気分にもなりますしね、時間と空間というんでしょうかね、これをねあの移動するためには、ウィキペディアってものすごく跳躍しますよね。 で考えたらそのじゃあ一体どっから発症したんだって地名出てきたら今度グーグルアースでって今度グググッと行くとその地形が今度は出てくるわけですもんね。そうですよねはあそうか。それでその地形を見ながらもう一回クリックしてるとその今の天気が出てきたりしますよねお気温とかね。あの思ったんですよ。あの僕らが子供の頃って 例えば進学の祝いに百科事典がこうずらっとこう並ぶようなご家庭ってあったじゃないですかちょっとお金持ちの子供のとこ行くと、うん、今だから百科事典ではもう追いつかないですよねこれだけいろんな情報がネットに出てれば。そそううですよね、うん、百科辞典ののおそらくもう何万倍というその規模の情報が、うんうん 瞬時手に入りますからね、はあ、百科事典はも不要になったかと思うんですが、とはいえ、ね、僕は意外とね、百科事典は、うん、現代の百科事典を作るべきだとは思ってるんですよ。と言いますと、うんえとね、これはあのー、いくつかの私の書籍で書いたんですが、うん、百科事典のいいところは自分が何を知らないかっていうのは知るようになるっていうことなんですね。ほうん、ほうほうほう。ウィ、うん、キペディアの問題はね、自分が何を調べたいかというもの以外は、あの調べれないんですなるほど。うん うん、ですからあの例えば最先端科学とかっていう形でググってもですねもういっぱい出てきて何を知りたいのかわからない百科事典面白いことに歩を中に順番に読んでいきますとねあこんなこと俺は知らないんだこの分野については全く知らないもしくはその分野そのものを知らなかったとかね犯罪心理学なんていう名前を知らなかったとかですね そういうのを意外とね、あのー、自分が知らないものを知る項目を見せてくれるというの,を、ね、あの昔はあ我々の世界でも言うんですけど「えっと、新聞読んでますか?」って若い世代とかに聞くといやネットニュースで見てますって。 というのがあるんですねやっぱり最近の就職活動なんかでもいやいやでも紙の新聞は今度は自分が知りたくない話でも一面に載ってる話が非常に重要な話なんだとでも皆さんがつつくのは自分の興味のある話ですよねという一方でこう無理やりでも知らされるという作業をなるけさんどっかで必要に,になるんじゃないかということですよね あの新聞は本来は一面にはいろんな記事を載せるべきなんですよね、うん、そうすると新聞の価値が上がるとは思うんですよ、うんね、今の新聞のちょっとだめなところは、もう、うん、どの新聞見ても全部同じ構成、一面が構成、これはね、うん、自分が何を知らないかを知ることができない、知識とか知を、あのー、与えるという意味では、もらうという意味では、新聞は役に立たないというふうに思いますね、うん、もう少し変えるとね、今の新聞の凋落っていうのは防げるんじゃないでしょうかね。なるほど あの最近だと、例えば一日一ページ読むことから始める教養みたいなシリーズの本ありますよね。えー、っと、はい、今成田さんおっしゃったように、もう一ページにはいやがおでも十字群が書いてあって。素人がし知るまいが、一ページ目、あ、そうか、こんなお話があったのかという。自分の知らないものに触れる機会が、これまた新しい時代必要じゃないかと。うん、そうですね。うん、だとしたらね、意外と役に立つのはクイズ番組かもしれません。ああ、なるほど。うん。 あの必ずしもそのいわゆるかっこいい教養っていうのがあるじゃないですか、うん、その哲学的なものとかそういうことだけじゃなくてもいいわけで、うん、ある意味で雑学なわけですよね教養っていうのは今においてはね。うん,うん、うん その意味ではまあいろんなその何ですかね自分の知らないものを知る方法っていうのがあるんで、面白いところですね。<laughs> でもこの僕ご本読ませていただいてなるほどと思ったんですけど、でも多くの人が何らかの形で教養をつけたいとか知識をつけたいとは思ってるんですよね。うん、そう思いますね。うん、あのいろんな方と話をしててもよく、えー、例えば旅行した人に対して、うん、いやその話もう少し聞きたいですという。 方が多いですよね、うん、あのいわゆるお世辞で言ってるかもしれないんだけど意外とちゃんと聞きたいその土地を聞きたいとかいうことで、うん、やっぱり人間って知りたい欲っていうのを、うん、あるんだと思うんですよねうん、うん、でもただ今までねそれが全部活字でしたからね向いてる人と向いてない人いましたよねいやでも本当となる家さんおっしゃったように例えばね前もおっしゃっていただきましたがじゃあ水彩が始めたいと思ったら入門書買ってくるよりも youtube の水彩が入門 的なものをもう何本か見りゃ、それなりの絵がもう描けるってことですもんね。そうなんですよね。しか、うん、もね、内容も違いますよね。あのー、本のね、水彩画というのは、の教科書というのは、うん、いわゆるまず絵の具の説明、筆の説明から始めるじゃないですか。でも知りたいのはね、遠近法、どうしたらいいのなんですよ。むしろ確かに。 で、そうすると今度難しい本になっちゃうんですね。絵画の何とかみたいな話になっちゃって。いやいや、そうじゃなくて、うん、ちょっとした水彩画で遠近法をうまくできないんだけど、どうしたらいいかっていうのはね、うん、これは、ね、YouTube じゃなくてもないかもしれないですね。うんそう あのそれでいうとなる毛さんが実は今回フェイスブックにもお書きになってたんですが、えー、30歳年下のガールフレンドと30分ほどチャットして、えー、また新しいお話を伺ったということなんですけどこれお話ちょっとずれますが一方でこのガールフレンドという存在もなる毛さんいいもんなんですか やっぱりね、男女差があるというふうに言うと、女性の方が今起こる時代なので言わないようにしてるんですけどね、だけどやっぱり、その視点がちょっと違うような感じなんです、とりわけ、今言われた30分チャットした彼女っていうのは、子供さんができて1歳ぐらいになった時期なんですね、ですからやっぱり視点、社会の意味で視点がちょっと違うんですよね、そういう意味では、同じトークをしていても、同じことを話していても、あこりゃ、やっぱりそういう視点があって面白いよねって。 っていうのはねねね、うん、本当につくづくづ感じました、ね、あの不思議なもんですよ、ね、同じ仲間と喋ってる方が安心だったりするんですけれどもやはり違った視点がないと刺激にはならないしかといってじゃあ誰でもいいかって言うとそんなわけでもなかったりするんですけどもね。 男の場合はね、どうしてもマウンティングを始めちゃうんですよね、俺の方がお前より知っているとか、ですね俺の方がお前よりももっと多くの国に行ったとかです、ね、うん、俺の方うが昨のなんかおい,おいしいものを食べたとか、なんかやるんですよ。でそ,そっちで嫌になっちゃう時がありますあの。なんか最後勝って終わりりたがりますよね っ、ね、ってあ<れ>買って終わりたいっていう,そうで今のね、まだあの10代、20代の方がそういうのは少ないんですけどね、うん、あの高齢者多いですよね、だから高齢者の男はねあ<ー>、あんまり好きじゃないですね、とりわけちょっと偉かった <laughs> あの会社の中で部長ぐらいまで行った人っていう人と話すとうわー、これはめんどくさい人来ちゃったなっていう、その辺はね、あのはい、その辺の心当たりのある方は少し考えてもいいかもしれませんね、はい、友達減らしちゃいます。 でそうすると全くもって世代が違う、まあ、異性の友達と別の視点でいろんなものを教えてもらう仲間みたいなものまた教養を深めていくのには面白い存在だということなんですね。そうですね、うんあのー、それぞれぞのの年代においてて付、あのー、け方っっ変わったんんだと思うですからそういう面でも、まあ、年代が違うっていうのはいいですし、うん、ましては異性であれば、まあ、もう本当に視点が違うこともあるんで。うん あのー、まあ、頑張って、そういうのを見つけようとしてますけどね。<laughs> でも、確かに、この三十九歳からのっていうのも、みそうですよね。ええー、十代でもないし、二十代でもないし。これ、また、五十代でもないという、なんか不思議な年齢ですよね。三十九歳からのっていうね。そうなんですよね。十、うん、代、二十代は、もうデジタルネイティブですからね。うん。そんなこと、おっさんなくてもいいわけですよね。はあ。その辺りの世代が、一番、このハサかいにいて。 えー、どっちのスタンスもわかるみたいな感じなんでしょうか39歳ぐらいというのがどのど。どっちのスタンスもわかるけれどもどっちのススタンもわからないですよねあの60代70代ですともういわゆるこう紙の本でガンガンに教養を入れようということが推薦されてた、うん、推奨されてた時代ですよね。うん、でね40代50代は意外とねどっっっちにしたらいいいのてて迷ってんじゃないですすか、うん、<laughs> 多いいと思います <laughs> でも確かに本当ここっからあと確かにこの本を読ませていただいた後に思ったのはあの。 なんだろうな。今まで僕らまおじも53なんですけど、当たり前と思ってた教養のつけ方じゃないものでもいいじゃん結果として自分にプラスになればってことなんですよね。そうなんですよね。うん、結局まあプラスになるってことは逆に言うと自分が幸せならいいじゃないのって言ってる、うん、同じことなんですよね。はいでねあの偉、うん、いおじさんたちいわゆる 関学みたいな人たちと話をしてると、もう死んだ晩鐘に関して、本当に難しい言葉で説明してくれるんですけども、そのおじさんが果たして幸せそうに見えるかっていうと、ええー、大丈夫なのか、この人こんなになんか苦悩してるみたいなんだけど、この人と同じ教有を見つけたら苦悩しなきゃいけないのっていうところに、ねあの、人生一回きりですからね、そういわゆるこう楽しくね。はああの 知的な生活を送るべきだといいううふうには思いました一方であのそれが何か幸せであり自分のより身近なところの例えになるみたいなことになるんでしょうね。結局はあの最終的に自分が、まあ、ある意味で人生楽しめるかどうかにかかるんでその時にあんまりにも教養というか、はい、知識がないというのも、うん、これはこれでちょっとその寂しいというよりも、うん、つまらない部分があるんじゃないかというわけで、うんうん、まあ教養という名前の雑学ですかねうん、いったものを、うん、あの。 えー、知る知る方がいいいいよねねうううそ本です、ねはいえー、39歳からの新教養 PHP 研究所から1,870円で絶賛発売中でございますのでよろしければこれ手に取っていただいてる木さんおっしゃったように結局これを読んでるというのは時代に逆行してるんですけれども一回そのために手に取るというすごい不思議な宣伝の仕方ですがいやー僕な読まないですが。時間の無駄かもしれないです。 <laughs> いやいや一度手に取ってみてください成岡さん今週もありがとうございましたありがとうございました